横浜スタジアムに涙雨が落ちた。 DeNA の昇進山崎康晃投手は2リードの9回に満を持たしてマウンドに上がるも1死も奪えずに KO。 セーブ失敗で逆転負けを許した三浦監督は昨日23日阪神戦とは全く別人で捉えられる打球が多かったと声を絞り出すしかなかった。 DeNA の昇進は今季日替わり、三浦監督は相性を重視して抑えを起用している。対戦カード別に中継ぎばかりでなく守護神もローテ、森原が広島、巨人、ヤクルトで4セーブ、山崎は阪神と巨人で3セーブを挙げていた。調整はしやすいが登板間隔が空きすぎたり連投も必死、固定されない役割は気持ちの安定が難しく、山崎が沈んだ。使った俺が悪いわ。安明使ったのは空監督が悪いやろ。前世紀ですらたまにああなる時が、だんだから安明はこういうもんだなと割り切るしかねえんだよな。安明さすがに今日が悪すぎたとは思うよ。なんで阪神戦で安明使っちゃったかな。ここほんと戦略や。ワイは昨日の安明に痺れたから今日のは参考記録や思っとる。負けること自体はいいのよね。実際問題は負けを次に活かせるかどうかやから。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。